州工業大学において今年度実施する令和6年度総合型選抜1について説明します。総合型選抜1は2段階で選抜します。選抜日程は出願期間が令和5年9月1日から8日です。第1段階選抜は9月16日に実施します。第1段階選抜の合格発表は9月28日です。第2段階選抜は10月14日と15日に実施します。合格発表は11月1日です。総合型選抜1の志望類は異なる学部の類からも第3志望まで選択可能です。例えば機械系に興味があれば工学2類と情報2類、材料系に興味があれば工学4類、5類と情報3類、電気情報系に興味があれば工学3類と情報1類といった志望も可能です。第1段階選抜は戸畑キャンパスに加えて大阪の学外会場でも実施します。第2段階選抜は戸畑キャンパスのみで実施します。総合型選抜1の配点はこの表のようになっています。第1段階選抜はレポート150点と課題解決型記述問題150点の合計300点で判定します。第2段階選抜は学びの計画書80点、数学・理科の適性検査400点、英語の適性検査120点、グループワーク100点、個人面接100点の合計800点で判定します。ここからはそれぞれの内容について詳しく説明していきます。第1段階選抜では志望する学部のみを指定して出願します。第1段階選抜ではレポートと課題解決型記述問題の試験を行います。レポートの配点は150点で試験時間は80分です。課題解決型記述問題の配点は150点で試験時間は60分です。選抜会場は戸畑キャンパスと大阪の学外試験場の2カ所で、選抜日は9月16日です。合格発表は9月28日です。第1段階選抜のうち、レポートではまず数学および科学・工学の2分野の講義を視聴し、その後にキーワードを解説します。講義はそれぞれ20分、キーワードの解説が5分です。それぞれの講義について、その講義で自分が重要だと思ったキーワードを抜き出し、その内容を5分で解説してもらいます。その後1つの講義を選んで、その講義に対するレポートを作成します。レポートでは受講した講義内容の要約と、これから入学までの間に高校での学習内容に絡めながら、どのような学びが必要であると考えたかについて30分間で記述してもらいます。講義レポートの記述に際しては、まず抽象的な記述と具体的な記述を念頭に置いてください。そして講義を受講して新しく理解できた内容と理解できなかった内容を区別しながら講義内容を要約してください。また講義内容の理解のために必要な入学までの学びについて考察した内容を記述してください。なお、レポートの模擬講義ビデオおよび回答用紙のサンプルは大学のホームページに掲載しています。課題解決型記述問題では、小学校、中学校、高校の前半で学んだ理科や算数、数学の内容から示される題材をもとに、その提示内容を読み取り、結果、考察としてまとめてもらいます。そしてそれをもとに、研究課題や新たな事業展開の計画を立案してもらいます。課題解決型記述問題では、回答内容の論理性、表現力などを評価します。なお、課題解決型記述問題の例題と出題とは、大学のホームページに掲載しています。
第2段階選抜では受験時までに志望類を選択します。その際、第1志望類は第1段階選抜で指定した学部の類から選択します。一方、第2志望類と第3志望類は両学部の類から選択することができます。第2段階選抜では学びの計画書、数学、理科、英語の適性検査、グループワーク、個人面接で評価します。学びの計画書の配点は80点で事前提出となります。数学、理科の適性検査の配点は400点で試験時間は60分です。英語の適性検査の配点は120点で試験時間は20分です。グループワークの配点は100点で時間は約30分、個人面接の配点は100点で時間は約10分です。選抜会場は戸畑キャンパスで、選抜日は10月14日または15日です。合格発表は11月1日です。学びの計画書では、大学に入ってからどのようなことを学びたいかについて記述してもらいます。まず、これまでの自分自身の行動や学びの経験を具体的に記述しながら、学びたい内容や分野、もしくは一般的な広範囲の分野などを関連付けて記述します。そして、それを実現するために必要となる学び、また期待する大学での学びについて、志望する類での学びと関連付けながら記述します。これらのことを大学の学びに関する目的を踏まえて記述します。学びの計画書は作成後、期日までに回答用紙の原本を大学へ送付してもらいます。学びの計画書の回答用紙のサンプルは大学のホームページに掲載しています。ここで、大学の学びとは専門的な知識や技術を身につけることに加えて、主体的かつ継続的に学ぶ姿勢を身につけること、および他者と交流しながら新たな知識などを創造することを言います。数学理科の適性検査はタブレットを利用したテストである CBT により実施します。このうち数学の出題範囲は数学1、2、A、B です。一方、理科の出題範囲は物理基礎、物理、化学基礎、化学、生物基礎、生物で、志望類が指定する物理、化学、生物から一科目を選択します。そして、数学と理科の両方を合わせて60分で回答します。英語の適性検査も CBT により実施します。試験時間は20分です。英語では英語資格検定試験のスコア提出があれば、その換算点を配点の上限120点を超えない範囲で最大24点まで加点します。このうち適性検査の数学と理科の配点は、工学1類、2類、3類、5類および上工2類が数学200点、理科200点、工学4類と上工3類が数学180点、理科220点、上工1類では数学220点、理科180点となっています。また、理科の選択は工学1類、2類、3類が物理、工学4類が化学、工学5類が物理または化学、情報工学部では物理、化学、生物から一科目選択となっています。グループワークでは、コミュニケーション能力、論理性、協働的な活動への参加状況などを評価します。3名から6名の受験者と教員1名でグループを組み、与えられたテーマをもとにグループで活動します。グループワークのテーマ例は大学のホームページに掲載しています。グループワークの大まかな手順を説明します。最初に個人でアイデアを書き出します。次に、一人ずつそのアイデアを出し、
それを付箋紙に記入して全員で共有します。その後、付箋紙に記述されたアイデアを2つの軸、4つの領域で分類します。この際、どのような軸とするかについてもグループで話し合って決めてもらいます。そして分類した結果から言えることを教員に向けて発表してもらいます。最後に個人でグループワークを振り返ります。個人面接では学びの計画書、調査書に加えて第一段階選抜のレポートと課題解決型記述問題の回答を題材とします。面接での質疑応答を通して論理的な表現力、適切に相手に伝えるコミュニケーション能力、主体的で協働的な学びの態度を評価します。なお、学びの計画書および第一段階選抜で提出したレポートと課題解決型記述問題の回答用紙は面接時に提示します。以上、今年度実施する令和6年度総合型選抜1の説明でした。